コージ、これは俺が鼻も恥じらう DK だった時の話。おいコージ、廊下で何ブツブツ言ってんの？てかお前そんな声だったっけ？ちょっと声変わり。今日暇？ちょっと遊んでかね。はぁ、悪い。今日さ、バイトなのよ。俺は受験が始まるまでと期間を決めてスーパーでレジ打ちのバイトをしていた。お前も大変だな、勉強にバイトに。まあな、でもまああと1ヶ月くらいだから契約も。そうなんだ、まあ頑張れよ。うん、サンキュー。そう、もう少しだった。じゃあな、また明日。おう、バイビー。バイトを辞めるまでもう少しの辛抱だったのだ。ピッ、モナチョコが1点。ピッ、モナチョコが2点。ピッ、モナチョコが3点。ピッ、以下略。レジ打ちのバイトは大学生やギャル、ババア主婦などで構成されていたが、340円のお返しです。ありがとうございました。どうやって集めたのってくらい。全員カス。いやー、店長すごいっす。当たりましょう。俺がえりすぐった太鼓判を押せるスタメンのカスたちだぜ。カスです、カスです、カスです、カスです。って妄想しちゃったくらいにカス。まず大学生バイトども、お疲れっす。遅刻は当たり前の上。あー、だりすがやることなくね。帰っていいかな。出勤は忙しい時間を過ぎてから。そのせいで忙しい時間帯のレジを俺一人でやらなきゃいけなくなり、レジは長蛇の列。てめえどんだけ待たせるんだよ。すみません。客に怒鳴られることもしばしば。そんでば、あ、まあ、いっか。ババアたちは、あ、レジ金額間違ってるぞ。誰だ？コージ君ですよ。バカだし。絶対そう、バカだし。などと根拠のない濡れ衣をいつも俺にかぶせてきて、ギャルに至っては、お疲れ様です、ひょい。プシュッ、シュワ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 。あー、飲み込まれる。いい飲みっぷりだな、ジョーちゃん。普通に店のものを万引きする。そのまま爆発しろ。我慢の限界だった俺は、店長聞いてください。何度も店長に報告したが、なんと店長は、おい、コージのやつが告げ口してきたぞと裏では俺のチクリをバイトたちへ報告していた。ポキ。あ、今心の折れる音した。カスの巣窟だったそのバイト先は、店長が一番カスだったという笑えないオチがついた。カスです。そして居づらくなった俺だったが、もうすぐ契約も切れるし、そしたらあのカスどもともお別れだぜ。そう思い、残りのバイトの日々を適当にやり過ごしていた。コージ君、上がりの時間だよね。レジ示して上がって。しかし、辞める日の3日前、事件は起こった。店長、レジどうしても10万円マイナスです。はぁ？お前さ、何をごまかしちゃってんの？もう辞めるからって、金盗もうと思ってるんじゃねえの？カスボケ店長は、鼻から俺を犯人と決めつけた。たまたまその日、裏方の仕事に回されていた俺は、いや俺、今日レジ一度も触ってないですよ。そう抗議するも、今週でバイト辞めるもんね、コージ君。周りからも白い目を向けられた。それでも俺はやってない。結局その日は決着がつかなかったが、3日後に本社の調査が入り、調査に来ましたわ。事件日にいたバイト全員がそれぞれ店長立ち会いのもと、本社の人たちから聞き取り調査をされた。次の聞き取りはコージ君です。まあこの子が多分。多分何ですかこれ。店長はそんなふざけた紹介を本社の人たちへした。しかし、でもコージ君はその日締め以外はレジに触ってないんでしょ。はい。エンジ店長、他のバイトさんの話にちょいちょい矛盾があるんですが。実はほころびは見えてくるもので、俺は今までのバイトの態度や万引きのこと、実は店長がお客様アンケートをゴミ箱に捨てていること、聞いてください。カスカスチカチカ、ゲスゲス丸々、あーだこうだそうだなんです。こと細かに、とにかくカスたちの全ての悪事をチクった。すっきりした。ちょっとマジで何言ってるのコージ君。いや、てめえこそ何言ってんだよ。店長は大量の汗を吹き出し焦ったが、事件の件何か嘘ついてんだろう。白状しろよカス。時すでに遅し。調べによると、事件の真相はカス店長とカスギャルができており。エンジ、お金レジから抜いちゃった。マジ？まあ、いっか、コージのせいにしとけば。とのこと。もちろんカスはクビ。ついでにこちらのカスの皆様も全員クビ。俺やめて超ハッピー。ペロペロリン。君さ、高校卒業したらうちの社員にならない？すいません、それはちょっと。そっか、残念。かわいいな、やっぱ就職しようかな。こうして俺のレジ打ち人生は幕を閉じたのだった。